ヤッホーみんな息してる。どうもなつべくです。どうもなるみです。最近ね、めちゃめちゃおすすめしたい漫画あるんですよ。ほう。めちゃめちゃ進めたいですね、これは。進めてください。はい。一つ目がですね、ふくふく人々っていう漫画知ってます？ふくふく人々。ふくふく人々、知らない？知らない。多分そんな有名じゃないかもしんないですけど、そもそも、うん、このふくふく人々っていう漫画はですね、ヤンジャンで連載してるんですけど、なんかざっくり言うと、昨日何食べたってあるじゃないですか、うん、ゲイの二人が暮らすグルメ漫画、うんうん、あれのファッション版。へえ。昨日何食べたのファッション版なんですよ。主人公が若い男性と43歳のおじさんかな、30歳の若い佐久間さんっていう若い男性と43歳のめぐり屋さんっていうおじさんが、二人が出てくるんですけど、その43歳のめぐり屋さんっておじさんは、まあ、ゲイなんですよ、うん、で、もともとファッションデザイナーなんですけど、今はいろいろあって、なんか塗装工というか、あのペンキとか塗る人やってんだよね。割と力仕事してんすよ、なぜかデザイナー辞めて。で、その人がひょんなことから若い男の子にファッションの楽しさとかそういうのを教えながら、なんか関係が深まっていくみたいな話なんですけど、これめちゃめちゃいいっすね。へー。これ一巻の表紙、中目黒の目黒川じゃん。あ、そうそう、桜祭というやつだよね、うん、で、このロン毛のおじさんがめぐり屋さんっていうね、元デザイナーのゲイの方ですね。で、髪短い短髪の若い子が、セクシャリティはまだわからないけれど、なんかファッションをそのおじさんから教わっていくんですけど、うん、なんかすごい雰囲気が、なんかね、こういう何も起きないね、殴り合いとか起きない穏やかな漫画もいいなと思いましたね。パーヤンやられたのにそんなんでいいのか、ひよってるやついる？いや、もうパーヤンはいいと思う、それはそれで。それより服買いに行こうみたいな漫画なんですよ、これ。本当にね。俺たちのメンツ潰されたままでいいのか？あの、それはマイキーさんとドラケンさんで言ってもらっていいですっていう。いいか。僕らはちょっと中目黒行ってくるんでっていう。そういう感じ。そういう感じの漫画でさ。だから本当雰囲気としては、あの、昨日何食べたの、なんだろう、ファッション版という感じで、毎回洋服の着こなしとかさ、あと買い物の仕方、うん、みたいなところのコツみたいなものをそれとなく教えてくれて、うん、結構服を買うのが好きな人とかファッションに興味がある人ってすごい勉強になる漫画だし、なんかこれ読むとね、服買いたくなりますね。これを書いたのは坂本拓さんというね、富山出身の人ですと、うんうん、で、この人の人物ウィキペディアあるんですけど、産業で、おう、コーヒーが好き、白髪になりやすく1ヶ月に1度は白髪を染めている、3つ目、アイディアに詰まった時にすることはお風呂に入る、トイレに行く、睡眠。割と普通の人じゃないですか。びっくりしたね。みんなそうするよね、多分ね、今ね。いるよね。みんなコーヒーは飲むしさ、アイデア詰まったら風呂入るよなっていう。まあ、トイレも行くだろうし、寝るよね、うん。だからこういう人なんでしょうね、多分。そうだね。ゆるりとした。そう。この人は、あんまり、パーヤンとか全然どうでもいいと思ってるもん。本当に？本当に。でも、耳の上に竜の入れ墨入れたりしない？してない。白髪になりやすいもんだって。入れ墨入れない？大丈夫。入れないよ。そっか。なるほどね。髪の毛ピンで止めてキックで相手を一発で倒す坂本拓さん。いや、これは本当いいっすよ。あの、ぜひね、皆さん読んでほしいっすね。へえ。なんだろうな、なんかのんびりした雰囲気の漫画読みたい時ってあるじゃないですか。ある。誰も死なないし、うん、スポーツの激しい練習するわけでもなく、ただ日常的な漫画、うん、そういう感じの中では一番好きですね、最近ね。ああ、いいっすね。僕が大昔に、なんだっけ、ごちうさだっけな、なんかご注文はウサギですかとか言うね、もうただ人が動いていて、ただ声優が喋ってて誰も傷つかず、あ、そう、ね、そういう感じ、そういう感じの必要じゃないですか。で、ぜひ見てほしいのは、うん、もうこれおじさんにも読んでほしいんですよね。このめぐり屋さんっていう、このファッションに詳しいおじさんっていうのがめちゃめちゃ大人なんですよ、うん、あの、若い人に慕われる大人はこういう人だろうなっていうのを本当体現してるような大人の男性なんで、うん、僕はちょっとこのめぐり屋さんみたいな人になりたいなと思うぐらい、めぐり屋さんをみんな学ぶべきだと思いますよ。めぐり屋さん何歳ぐらいなんだろう。43歳です。あ、片っぽの佐久間さんは32歳らしいですね。だからこの一回り下の若い子とね、買い物行ってちゃんといろいろ嫌味なく教えてあげてる人みたいなところは素晴らしいなと思った、うんうん、なるほど、うん、これがおすすめなんですね。今超おすすめですね、うんうん、なんかどっかでね、一巻見れるので、最近漫画ってそうじゃないですか、うん、どっかで見れるっぽいから、ぜひ見てみてほしいですね。面白いです。どんぐり FM。Thank you.
他は？あとね、これも多分もしかしたらまだマイナーな作品なのかもしれないですけど、数字で遊ぼっていう漫画、最近読んで面白かったんですよ。これフラワーコミックスってあるから、多分女性向けの作品なのかな。ほう、全然知らない。うん、僕もなんとなく本屋で手に取って買ってみたんだけどさ、うん、これもすげえ面白かったんだよね。この数字で遊ぼっていうのは、どういう漫画かっていうと、主人公はですね、京都大学の1年生になったばっかの男性なんですよ。うん、横部くんって言うんですけど、その横部くんっていう男の子はもう、わかった、折田先生の像をいろいろといじくって遊ぶんでしょ。遊ばないです。遊ばない。遊ばないです。折田先生をスーパーマンとかにしない。しないです。ペンゲン村の平和を守りましたみたいなのしない。しない。この横部くんはめちゃめちゃ天才っていう設定で、一度見たものは全部記憶できるっていう、そういった天才という、あの設定なので、うん、当然京都大学もさ、現役で受かっちゃうわけよ、うん、で京都大学の理学部っていう理数系の学部に入るんだけど、名門名門。でも今まで全部暗記で受験で入っちゃったから、大学の数学の授業やると全然わかんないみたいなことが起きるわけですね。へえ。でそのじゃあ大学の数学ってどういうとこが難しいのみたいなものが漫画で繰り広げられるんだけど、うん、これが僕らも全然わかんないですよね。だってあの文系の人にはまあわかんないし、そもそもめちゃめちゃ難しい内容をさ、うん、突然この漫画出てくるから全然わかんないんだけど、もうそれがすげえ面白いんだよね。なんだろうこの、なんつっていいのかわかんないんだけどな、これ。数学ってさ、まあ、僕高校もう2年ぐらいからもう文系の道進んでるから全然通ってなくて、うん、さっぱりわかんないんだけど、難しい数学の話をちょっと解説してもらうとちょっと面白かったりするじゃん、うん、そういった数学の深さとか面白さみたいなものをなぜかこの少女漫画的な感じで教えてくれて、それがすげえ面白いんだよな。これちょっと面白そうですね。これはすごい、一応ね、数学の本当の楽しさを味わっていく青春コメディっていうねキャッチフレーズだから、うん、一応登場人物も大学生の男女5人ぐらい出てくるわけですよ。男性3人女性2人とかのグループでいろいろやっていくんだけど、うん、そこに何も恋愛要素がないんですよ。ただただ数学と日常の面白さがあるみたいな感じで、だからこれもちょっとふくふく人々的な、なんか見てて疲れない、ゆるりとした面白さがあるなと思ってね、はいはい、あの第1巻では実数の定義とか微分積分線形代数とか出てくるんですけど、わー、線形代数機械学習やるときにめっちゃ必要ですね。そうです、線形代数はねめちゃめちゃ大事なんですけど、じゃあ何かって言われたのもよくわかんないんだけど、それをなんとなく説明してくれるんですよね、この漫画を通して。はいはい、面白そう。これ面白い。文系の人も数学好きなんじゃないかなと思う、この漫画読むと。へえ。あと京都の大学生が主人公だからさ、うん、河原町とか出てくる。あ、そうそうそう、なんか鴨川沿いにもなんか散歩すると鴨川の中洲のあたりでなんか飲み会するみたいな。はいはい。なんか僕は関東で大学時代を送ってた文系の人なので、うん、その真逆だね。そう、真逆真逆。京都の理系の人がこういう生活をしてんだみたいなのが、うん、すごい新鮮で面白いんだよね。なのでこれも良かったな。これも3巻ぐらいしか出てないから今一気見するとめっちゃいい。数字で遊ぼうは6巻まで出てるらしいです。6巻も出てんの。やったじゃん、なるみさん。もう3巻楽しめる。あ、そうなんだ、うん、2021年7月9日現在で6巻まで出ております。あ、そんな出てんだ、うん、そっか。じゃあ続き買っちゃおう。その2つがおすすめって感じですか。この2つはねマジで近年稀に見るおすすめですね。そんなに。あ、でもね東京リベンジャーズも良かったけどね、もう方向性逆だな、うんうん、ちょっと何軸で逆なのか分かんないけど、なんかのんびりした漫画読みたいときはマジこの2つが今いいと思うな。ちょっとした後勉強になるっていうのはいいね、数学とかファッションとか。なんかなるみさん最近ちょっと何疲れてます？うんちょっと前にヤンキー漫画をさ大量消費して疲れちゃったんだよね、はいはい、あんまりそんなにバイク乗って相手のチーム潰しに行くのはもうやだ。もう金属バットで人を殴るのはもう疲れたから。そっか、ちょっとおい一緒にハフィントンポスト潰しに行くぜみたいな。もうハフィントンポストをめちゃめちゃ潰した後にビジネスインサイダー潰しに行こうぜみたいな、どんどん敵出てくるじゃんあの世界はもう疲れちゃったからテッククランチは今弱ってるぜみたいな弱ってないよ別にでもテッククランチ最近見たらもう下の方見たらなんだろう、何 J かなって思うぐらいもう広告がなんかそんなに僕の鼻っぽいパック鼻積み進めなくてよくねみたいな、なんか黒積み進めなくてよくねみたいな、もうすごかったですよ。でも突然出所してきた先輩とかが加わって一気に強くなるからね。ああなるほどね、うん、そうかそうか、わかんないよそっか、ヤンキー漫画は。そっか、となると疲れてくるから、ふくふく人々と数字で遊ぼうがもうめちゃめちゃ癒されんのよ、うん、なるほどね。こういうのがいい本当に、うん、あの四つ鳩とかさはいはい、本当昨日何食べたとか、ああいう系が好きな人は多分こっちはめっちゃいいんじゃないかなと思うな。じゃあぜひねこれを見て、これなんかカテゴリーがあれだな、コミックラノベ BL、 あ、まああれか、全部漫画系ってことか、うん、これを聞いてねちょっと興味持ったなって人はぜひふくふく人々と英語で遊ぼう。英語で遊ぼうじゃないわNHK かなんかの番組だよねあ、よく知ってるねそう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 
数字で遊ぼうですそこそこ。ちょっと夏目さんに後で LINEPay で500円送っとくから、はい、ちょっと買っといて1000円送るから両方1巻買っといて、じゃちょっと見てみたいなと思います、うん、数字で遊ぼう面白そう。これめっちゃ面白い。絶対夏目さん好きだと思うな、数字で遊ぼうは。うん、福々の方はなんかもうあの、ま、読むけど想像できそう。福々ね、でもそういうのでいいのよ。福々はちょっと班長っぽさもあるんだよね。班長ってあれ平和じゃん、うん、ああいう平和さがある。もしねこれ見たよとか、これを見たいな、感想は面白かった、そうっすね、あんまり面白くなかったとかのハッシュドングレヘムでいただけると、僕たちもあなんかこういうのが求められてんだなとかわかるので、ぜひね、うん、ハッシュドングレヘムもしくはお便りでもいいので送っていただけると嬉しいです。